ズンアーラベーションコフィーボームカフェバウムは、ドイツのザクセン州ライプツヒにあるコーヒー店。1711年よりコーヒーが提供されたとされ、ドイツ最古のコーヒー店として知られる。中世以来の通称都市として栄えたライプツヒでは、フランスのパリに次いでコーヒーが登場し、市政の人々へ受け入れられた。 カフェバウムの表札像にはアラビア風の男性とキューピッドが描かれており、コーヒーが当時異国情緒あふれる珍しい飲み物であったことを伝えている。3階、4階はザクセン州のコーヒーにちなんだ博物館となっており、およそ300年にわたるザクセン州のコーヒー文化の歴史が紹介されている。店名はズンアーラベーションコーヒーボームから取られており、ロベルト・シューマンをはじめ、 フリードリヒ・ホンシラーや、リヒャルト・アーグナー、フリードリヒ・ヒリストといった、多数の著名人が足を運ぶなど、サロンとしての役割も果たした。中でもシューマンが仲間たちとたむろして、音楽談義に花を咲かせたとされる席は、シューマン・ニエックと名付けられている。ありがとうございます。